晩はです。最近買ったやつ、アベンヌボーター化粧水。これ気持ちいいのの。こんばんは。やばい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 。ママメ、お待たせ。今日で絶対開けた気する。ずっと外だったから、撮影が昨日と今日と。火が真っ黒だよ。真っ黒。東君ハットありがとうございます。こんばんは。しかもね、今日撮影だったんですけど、ゆっくんコンタクト忘れちゃって片方。2箱、1個に2箱入ってると思ったら初めてのコンタクトやって、1個に2箱、2個入ってると思ったら1個に1個しか入ってなくて、でコンタクトなしでやったんです。撮影を。シチ君ハートありがとうございます。大変でした。こんばんは。今日でお盆終わりなんだ。だからあれか、道は混んでたのか。出たら貸すのになって。いや、これからコンタクトはね、ちゃんと予備をたくさん持っていかないとって思いました。目悪いです。マイナス 4.25。 こんばんは。コンタクトの度数しか分かんない。目は日に日に悪くなってます。いやな、吸収型やね全部。日焼けも赤くならずに吸収される人で、目の悪さも。ゲームやればやるほど
吸収されて目が悪くなる。エッグのカメラでよかった。やっほー、こんばんは。そう、吸収タイプでもね、教訓を得たのでもう一生コンタクト忘れない。こんばんは。ただユナはあのアイドルは見たくないなって。かわいい、ありがとうございます。お肌めっちゃ調子いい。寝不足の割に。こんばんは。肩たたきに、肩たたきするときにユナの肌の綺麗さを見に来てください。シージ君、レンボスターありがとうございます。きっとびっくらポンポコ太郎になります。また告知します。こんばんは。かわいい。肩たたきの日、いい匂いする香水言っとこだって。かわいい。確かに対面で肩たたきしようかな。かって。24日から申し込み開始みたいなので。鏡あるの？それはそれで恥ずかしいね。何歌練習しとくの？タリゾくん、ハートありがとうございます。こんばんは。手袋しないんじゃない？さすがに。はじめまして、握手会来てくれる人。あれ23からか申し込み。なっちさん、水晶ありがとう。24か。
木曜日？大体木曜日よね。初めて、え、来て来て、こんばんは。後悔するよ、来ないと。まっちゃん、だるまさん、ありがとう、こんばんは。なんかじわってきた、この髪の毛なんかあれみたい、プロレスラーさんみたい。ほっちゃん、ハートありがとうございます。ラーメン屋はちゃうやろ。しーちくん、水車ありがとう。フランス人形かと思った。だって、だって、嬉しいね。今日もかいね、ありがとうございます。こんばんは。焼けたよね、たっくん。パフェありがとう。まだすぐ戻るんですけど、多分安心してください。こんばんは。レイマスターありがとう。オールバックね、さくちゃん。でもそういうの考えたら、バレエやってた時オールバックやったわ、ずっとこんばんは。東京住みなんですけど気になってます。嬉しい。今度ね、東京でリアル、うん、東京で握手会あるので、よかったら来てほしいな。みのりちゃんえ、だからラブレターありがとう。見た？リレー配信、昨日のキャンプの中の卓球は。一時ね、中学生の時にハマってたから、まあまあできたでしょ。こんばんは。中学生ぶりやったけど、東京なんかしか女の子多かったね。そうですね、やっぱはとこでね、好きになってくれた方も多かった。こんばんは。来てくれるの嬉しい。そう、こっちは行けないけど、こっちなの苦手やね命中力なくて。
こんばんは。目が悪いんか。身体能力低くはないと思うけど。こんばんは。ウェネのキャンプ、ゆなちゃん激辛でありがとう。リレーね。いや、ゆなもなんかアンカーとか第一走者とかやったらもっと活躍できたかな。クレープ見た？うまくなかった？クレープも。卓球部やってんや。何ナンバーつってナンバーワン誰なん？こんばんは。ナンブとかまだ出てなくて、多分。シャバブ師匠、水車ありがとうございます。こんばんは。そっかそっか、補欠だったんだ。なちさん、ハートありがとう。もう8月終わりって早すぎん？8月入ってから。いや、まだ何もやってないねんけど。早すぎて。8月何した？ゆなくん、やっほやっほー。やばいよな、最近早すぎて。ねえ、早いよね。この間台風だ来たのいつだったっけね。 YNN のキャンプのお昼ご飯食べてないんです、実は。いいの。こんばん、作るのに必死すぎて。なんちゅんちゅん、レインボースターありがとうございます。たっくん、ココナッツありがとう。みーちゃん、こんばんこんばんは。台風15日か。たっくん、レインボースターありがとうございます。花火はちょっと2本ぐらいやったの。こんばんは。おみげ一切れもらいました。マッケンユーくん、スイッシュありがとうございます。ゆきにゃんにゃんもありがとう。けどな、肉は焼かない派なので。レアが好きです。今日の撮影9月に解禁です。今日もカリナありがとうございます。なんでそんな肌綺麗ね。でも
あんまり添加物の入ったものは食べへんように意識してるのと、変わるかな、ジュースとかあんま飲まないとか。食べ物にはこだわりが。あとお肌もね、むやみやたらにいろんなのを使わない。肌に優しいものを使う。ピーリングとかもしたことない。パックもあんましない。パックもしないですね、あんまり。でもやっぱりね、マスクしだしてから汗がさ、やっぱ踊りながらもマスクしないといけなかったから、それなんでお肌だいぶね、最近はマスク、ノーマスクでも良くなってきたので、鼻が絶好調。昨日びっくりした。フーアがさ、ウインナーあれじゃないですか、あれ生でバク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 食べててびっくりしちゃいましたよな。ウインナー、なっちさん1000万でありがとうございます。やばくない？ウインナーって生で食べるの？ずっと止めてたんですけど。なっちさん1000万でありがとうございます。こんばんは。え、大丈夫なんですかあれ。小さい頃から食べてたからって。あ、え、そうなんだ、大丈夫なんだ。なんか魚、魚肉ソーセージはいいって知ってたけど、普通のさ粗挽きウインナーって、あ、大丈夫なの、知らなかった。言うの、眉毛あるで。そうなん、知らんかった。ちょっと今度食べてみたいな。ウインナー、美味しいの？生のウインナー。え、そう、眉脱色したんです。こんばんは。よく気づいたね。こんばんは。こんばんは。帽子じゃないねんね、これターバン。じゃあそろそろランキングもね。炎天下、今日2日間だよ、炎天下。焼けたよ。
セバブシシャリンボーストありがとうございます。13位デビアン、12位ミサオコさん、11位マッチュン、10位ヒータロー、9位エドガーくん、8位アカニシくん、6位トシトシ、5位タレゾウくん、4位シュイチくん、3位ナッチュンチュン、2位ナッチさん、そして1位はタックンでした。ありがとうございます。ではまずはこの間の1位でナッチさんに萌えゼリフを言われなかったので、今日今からやりたいと思います。久しぶりだったけどもう終わりか、もう終わり、ありがとう来てくれて。ではナッチさん行きますか、いますか、今3、2、あ、あれいる、さっきタックにしようか、お、1位になった、じゃあさっきタックになるわ、3、2、1、もしお話し会が朝でもタックンだったら会いに来てくれるよね、キュルル、ありがとうございます。ではナッチさんに3、2、1、この日間もずっとナッチさんのこと考えてたよ、チュッ、ありがとうございました。やっと萌えゼリフできてよかった。バイバーイ。またねー。おやすみなさーい。かー。今日もよくのカメラで嬉しい。ありがとう、こちらこそ。バイバーイ。